奏で。みんなが来てくれたよ。奏のお祝いのために来てくれたんじゃない？絶対そうだよ。みんな、いらっしゃい。誕生日ケーキもちょうど食べ終わったところだし、来てくれたみんなと一緒にもう一回お祝いしない？うんうん、いいね。みんな、せーのでお祝いするよ。準備 OK？ それじゃあ行くよ。せーの、かなで、誕生日おめでとう。おめでとう。みんな、ありがとう。水木たちもありがとう。ケーキやろうそくとかも用意してくれてて、昔家族とした誕生日パーティーみたいで懐かしかった。本当？喜んでもらえてよかった。ちょっとだけ迷惑かなって心配もあったから。うん、迷惑なんかじゃないよ。誕生日ってこんなに楽しかったんだなっていろいろ思い出せたこともあるから。でもこんなに楽しんじゃっていいのかな。せっかくの誕生日なのに。だって私はお父さんのこと。うん、お父さんのためにも私は誰かを救える曲を作り続けなくちゃいけないから。かなで、大丈夫だよ。かなで、かなでの曲はきっとたくさんの人を救えてると思う。ほら、私が絵のコンテストに落ちてちょっとやけになっちゃった時あったでしょ。あの時、かなでが作ってくれた曲のおかげでもう一度頑張ろうって思えたから。絵の、そうだよ、かなで、かなでの曲で僕たちは救われてると思うね、真冬。うん、あの時奏が作ってくれた曲は温かいって感じられた。そういう風に何かを感じられるのは今も奏だけ。そっか。真冬、お願いがあるんだけど。何？私の曲がきっかけで少しでも変化があったなら、今の真冬の思いをもう一度感じさせてほしい。いつか真冬を救うためにもっといろいろなことを真冬が感じられるような、そんな曲を作りたいから。だから一緒に歌ってくれないかな。あ、私も奏と真冬二人の思いに触れてみたい。わかった。じゃあ、僕たちはここにいるみんなと盛り上げよっか。そうだね。奏たちの歌、聞きたいし。ありがとう、二人とも。それじゃあ、真冬、ミク、一緒に歌おう。
かなで、真冬、みくん、お疲れ。すっごくよかったよ。なんていうか、前に聞いた時よりも優しさとか温かさを感じられたかも。あ、私も何度か歌ってる曲だけど、今日は少し感じ方が違ったような気がする。そうなんだ。一緒に歌ってくれたから感じられたんだと思う。ありがとう、真冬。うん。どういたしまして。みんなも聴いてくれてありがとう。私の曲がどれだけの人を救えてるかわからないけど、気づいたり思い出したりしたことを大事にして、これからも曲を作り続けていこうと思う。今日感じた懐かしさとかも曲に活かせたらいいな。その曲、もしできたらすごくいい曲になりそう。うん。優しくて、温かくて、寄り添ってくれるような。いいね。いつか聞きたいな。そうだね。みんながそう言ってくれるなら、ちょっと考えてみようかな。本当？楽しみだな。私も楽しみにしてるよ、かなで。それと、また一年よろしくね。ああ、僕も。うん。真冬も、またよろしく。うん。よろしく。じゃあみんな、またね。バイバイ。